はい、加藤さんどうぞ。パナソニックの加藤です。まあ、今日はですね、まあ、あまり、ネタも回ってなかったので何か1個持ってこようかなということで、Linux 関連のバージョンと LTS という内容で、まあ、僕がここで話をする目的はですね、多分皆様には釈迦に説法だと思うので、この資料の間違いを指摘してほしいというのと、こういう情報抜けてるよっていうのを教えてほしいんですよ。それを、でアップデートしてまた社内にフィードバックするというので、実はこの資料をですね作った目的はですね、まあ、結構初めは内部向けで、Linux を使う製品って、まあ、弊社パナソニックでもものすごい多岐にわたって多いんですけども、その Linux 自体を知ってるか知らないかとかいうのは結構プロジェクトごとにばらつきがあって、本当に Linux のカーネルをガリガリ触れる開発者がいて開発しているものとか、その一方で、まあ、アプリケーション作るだけで下回りから全部かなりベンダーさんから、もうなんで BSP でもらって組み上げるだけです、いろいろなんですね。でその中でその Linux のカーネルのバージョンのことを、まあ、全然気にしてない方々もやっぱり実際いるんですよ。でそういう人たちにちょっと実際 Linux のカーネルって、まあ、こういうバージョンがあってこんな風にメンテナンスされてるんで、こういうとこぐらいは気をつけてくださいとか、まあ、ベンダーからですね、変なバージョンをつかまされないようにみたいな目的で作った資料です。で、この内容はですね、実は1回、去年の6月ぐらいにここの場でお話しさせてもらったんですけども、まあ、そこからちょっと、まあ、1年ぐらい経ったんで最近どうかなというのを、まあ、みんなで共有しましょうというなものになってます。で、まあ、こんなような内容でですね、まあ、資料はPDF でもしかも PowerPoint でも、置いているので、さらにアップデートして発表してやろうという人がいればウェルカムです。で、まあ、先ほど言ったように Linux カーネルの取得は様々ということで、まあ、これちょっと社内向けもあるんで、その開発部門自身で取得したりチップベンダーから、まあ、提供を受けたりで、前機種から引き続き使用で担当者とか変わって全く分かってないんだけども、とりあえず同じツリーを使って開発しだしているとか、まあ、実はいろいろあります。で、まあ、その、まあ、原料となるカーネルってどこにあるんですかって、まあ、カーネル .org 皆さんよく見に行くとは思うんですけども、まあ、そこを、まあ、知らない人も結構いたりするんですね。で、一般的に、まあ、マップストリームカーネルとかコミュニティのカーネルとか、まあ、リーナスさんがリリースしているカーネルとか、まあ、単にカーネルみたいな呼び方がされます。で、これ、昨日の時点でのスクリーンショットを撮ってきました。で、まあ、このページをですね、社内では見たことない人も結構いるんで、一体、まあ、どういうことが書いてますかということで、まあ、この右側の、レイテストステーブルカーネルが、まあ、一応安定版という意味では一番新しいカーネルのバージョンになりますと。で、この、その以外にもなんかいっぱいありますよねというので、この赤色のところがいわゆる、まあ、開発中の、まあ、カーネルで、で、青色の部分がですね、まあ、ステーブルとロングタームって書いてますけども、まあ、安定版、まあ、ステーブルと、ロングバージョン、ロングターム、長期にわたってメンテナンスされているものですということで、まあ、上がってますよねと。で、まあ、ここを見たことない人いるので、社内では、こういうページを作ってます。で、これちょっとだけたまたま去年のやつなんですけど、普通ですね、ここってレイテストバージョンで、で、最新版の開発ってここで、なんかメインラインで要するに RC123456 今7なんでもうすぐ次出そうですよね、なんですけど、たまたま去年スクリーンショット撮った時にここ珍しいバージョンですね、出た直後はメインラインでまだ RC ついてないんで、次のが出てないんで 4.8 とここの 4.8 がたまたま一緒になるという時があります。で、このステーブル&ロングタームって、なんですかね、知らない人からすると本当になんかメンテナンスされてるのじゃないですけど、一体
どうなってるのって全然知らない人たちがいるんで、まあ、ちゃんとあのこのページはあのちょっとせっかくなんで時間もあるので、これですよね、ザ・リナックスカーネルアーカイブのここの、リリースズをクリックすると、まあ、こうやって説明のページが出てきて、でここの下に、まあ、こういう表があるんですね。で、まあ、ここから、実はこのページはですね、ここの赤字の部分はですね、この発表内容自体をですね、2015年の、ルネサスの宗像さんの LTSI の発表資料からかなり、もらってきてまして、まあ、宗像さんに言って、ぜひ社内で説明使いたいので、参考にしていいですかと言ったら、まあ、どんどんしてくださいと言っていただいたので、それで、まあ、持ってきてます。で、まあ、赤字のとこちょろっと書いてるんですけども、ちゃんと Any bug fix for a stable kernel は、backboarded from the mainline ツリーって書いてるんですね。っていうのと、あとここ、まあ、There are usually only a few bug fix kernel releases until next mainline kernel become available で、まあ、そのどこまで普通に、まあ、メンテされるか until it is designed a long term maintenance kernel とで、普通は、まあ、2、3ヶ月とかで、ステーブルがどういうものかってちゃんと、まあ、定義されてる。でロングタームの方も、まあ、ちょっと赤のとこだけ読むと Only important bug fixes are applied to such kernels and they don't usually see very frequent releases especially for older trees ということで、でさらに今、まさにどのバージョンがそのロングタームですかというのが、きっちり、出てますよと。でですね、まあ、これがまあちょっとメインラインとステーブルとロングタームのお話なんですけども、そもそも Linux カーネルのライフサイクルって、まあこのページがちゃんと下に出典書いてるんですけど、宗像さんの資料からちょっとそのままなんですかね、 PDF しかなかったんで僕一生懸命あのパワポで書き直したんですけども、まあ普通にこの青色があのいわゆる メジャーバージョンというかそういう形で、まあ、この N のバージョンだけ見ていくと N っていうものがこれ、ロングタームバージョンに、まあ決まるとこの N.1.2.3 という形で、まあ、いう形で長ければ100ぐらいまで1100ぐらいまで、メンテナンスされることがありますと。で、ここの緑色の時点ぐらいまでは、ここエンドぐらい書いてます、ここにルールがあるんですね。最新のバージョンからマイナス2のバージョン EOL となるなんで、どのバージョンも、大体2、3ヶ月は必ず、メンテナンスされて、この緑のバージョンで10、まあ、2桁ぐらいまでは、出てきます普通に。だけどもそこから先50とか、10100ぐらいも続くかどうかはこのロングタームのバージョンになるかどうかにかかってる。で、まあ、ここのじゃあこの10何っていうのはここに書いてますけど、アップストリームに入った修正が反映されますということで、なんか独自の改変とかは基本的に入らないということになってますというのを、まあ、これもですね全然知らない人は、全く知らないのですね、まあ、この資料を使ってちょっと社内の説明に使ってます。で、じゃあステーブルリリースのルールっていうのをやっぱりなんですかね、開発者にこういうの説明していくと、本当に大丈夫とかですね、今まで何も知らずに使ってた割には急にいろいろ聞いてくるので、ちゃんとステーブルリリースのルールが決まってるんで、これここに出典書いてますけども、ドキュメントの下のルールになっていて、で赤字はですね、ちょっと、まあ、宗像さんのところのにもこの資料があって、まあ、それとほとんど同じところを赤字にさせてもらいました。で、まあ、日本語でないとすぐ読んでもらえないのでそっちに作ったんですけども、まあ、明らかに正しくテストされているものであるというのと、100行より大きくてはいけない、でただ一つのことだけを修正しているとですね、みんなを悩ませている本物のバグで修正しなければな、を修正しなければならない。で、あとここも、まあ、短く印象で、ね、短く言えば重大な問題を直していることと。でちょっと次には長いに飛ばして、あとまあデバイス ID とこう受けも受け入れられるとかあるんですけど、次の赤色というのは、いかなる些細な修正も含めることはできない。これ結構重要で、スペルの修正とか空白のクリーンアップすらもしてないんですよと。
いうことで、で最後、パッチの、自体が、同等、あ、パッチ自体か同等の修正がこれリーナスのツリー、要するにメインライン、アップストリームにすでに存在しなければならないというので、なんとなくバグフィックスだけがされてるんではなくて、まあ、しっかりルールが決まってますよというのを、まあ、さらに説明してます。で、じゃあこの LTS って一体どういうバージョンが LTS にあそこに上がってるんですかという話なんですけども、まあ、これ僕が知る限りという感じなんですけども、まあ、過去 2.6.16 もう10年以上前ですね、LTS、それがおそらく初めての LTSだと思います。で、その後どのバージョンが LTS になるかルールって明確なものなかったんですけども、なんか主要ディストリビューションで採用されたバージョンがなんか結果的にずっとメンテナンスされ、まあ、することになったみたいな形で、なんか出た時には、どれになるかわからないから、本当に弊社も半導体部門があった時は、まあ、自分たちでもやるけどもやっぱりコミュニティでメンテナンスされてると、まあ、言ってしまったら楽なので、だけどもどれを採用するかって結構博打な面もあったんですね。まあ、ある意味昔だと幸いなことに 2.6.32 ですかね、かなり長い間、でそれを32をたまたま実は採用したんでラッキーだったんですけど、これが31か33だったらどうしようかというのを後からそういう話も聞きました。で、ここはちょっとエビデンスを残してるんですけど、 URL にあって2011年の8月、もうかなり6年前、まあ、LTS メンテナーのブレックさんがですね、LTS の選定ルールを提案しました。で、これが今も多分この、まあ、ブレックさんのブログみたいなところに残ってると思うんですけども、まあ、赤なの2つ、毎年1つのバージョンを LTS にしましょうというのと、その LTS に決まったものは2年間メンテナンスされて、まあ、その後は、まあ、エンドオブライフにしますよと。いうことを提案して、そこから先はですね、まあ、例外もあるものの基本的に毎年1つは LTS が選ばれて、2年間メンテナンスされるということが、まあ、明示されましたと。で、多分ここの裏にはですね、結構宗像さんとかですね、組み込み変化とかやっぱり多少長い期間カネルを使いたい人たちおよびの、相談と、あと他のやっぱりデビアンはじめディストリビューターとしても、ディストリビューションとしても、やっぱりどうせ使うならみんなで同じバージョン使う方がいいよねという流れが多分あったんだと思います。で、まあ、これが、昨日の、まあ、今日でも一緒だったんですけど、昨日の時点のロングタームリリースカーネルズの一覧で、まあ、ちょっとここから先いろいろ見ていきましょうということで、ここのバージョン、多分ここの方だったらこのバージョン全部どんなものかって答えられますかね。ちょっと私が下にこうつけたんですけども、まあ、上から見ていくと 4.9 は、4.9 自体のリリースは2016年12月11日なんですけど、グレッグさんが2017年1月のアナウンスで LTS にしますよということを正式に言ってます。でもっと言うと、これはですね、2016年の秋ぐらいから、まあ、多分 4.9 をするつもりだみたいな話をカンファレンスとかでグレッグさんが言ってたと思います。で、これデビアン、ストレッチのバージョンですね。で 4.4 は、まあ、文通に使われていると思うんですけども、これは、すいません、この LTS in 2016もこれ僕の勝手な書き方で書いてるだけなんですけども、昨年の LTS で 4.1 が2015年、で 3.16 っていうのは、まあ、デビアン8で使われているもので、で 3.10、3.4 っていうのも、それぞれ LTS の、12年、13年のもので、 3.2 もこれかなり古いですけども、これ Ubuntu の12とデビアンの7で使われているというものになっていると思います。で、なんかここでちょっとコメントとかなんかありますか？ん、あ、空になってる。あ、その 3.4、3.10。3.4、3.10、4.1 って、Android で使われてるためです。なるほど。ちょっと、過去で書いとこうかな。ありがとうございます。だから結局、ずっと残り続けるの、それなりに意味があるんですよね。まあ、結局、どこかで使われているというのと、あとですね、まあ、ここから先、ちょっと他のところも説明していくので、ちょっと、まあ、聞いていくのと、できればコメント、ぜひ、お願いします。で、次これですね、ちょっと上のとこ黄色囲うんですけど、
あのこれまさに、今日の時点なんですけど、あの僕の資料でですね、2016年6月のがあるんで、そこから、一体何が落ちたんですかっていうのを下に書いてます。実は3つのバージョンが、ここの表からなくなってます。この1年2ヶ月ぐらいで、で何がなくなってるかというと、まず 3.18 がなくなりました。これはですね、そもそもあのプロジェクテッドエンドオブライフがですね、2017年1月って書かれていて、で、まあ、予定通りエンドオブライフとなったんですけど、これちょっと面白くですね、僕グレッグさんがですね、これエンドオブライフになったけど不定期にアップデートするよって言ってるんですよ。でこのエビデンスがあってですね、これ平松さんも知ってました？これかな、これじゃないな、これだ。ですね、ここちょっと見てください。あの18、これ急いでください。10月18のカーネルってもう死んでいて忘れられてて、なんか路上になんか捨てられてるバージョンだと思うんだけど、なんで今頃出すの。これちなみにあのこのパッチのリリースはですね、見てください、あの2017年の4月なんですよ。4月だから、エンドオブライフの圧倒なのになんでこれ出してるのっていうと、まあ、ここ下の方に、まあ、ここちょっとこのままスクロール撮影で置いておきますけど、要は 3.18 って実は結構いろんなデバイスで使われていて、でそういうのがあの、まあ、脆弱性とか残ったりするのを、まああのなまあ、改善する意思のある人のために、まあ、不定期に出すことがあるよみたいなことが、書かれてます。で、なのであのコミュニティとしてはその表からは完全に消えたんですけど、まあ、ブレックさんがこんなのをポストするぐらいなんで、あのなんかちょっと面白いバージョンかなと。ただこれも多分あのアズイズだと思うんですよ。ブレックさんも忙しいと思うんで、だからあのなんかオフィシャルにずっとメンテナンスするっていうところからは落ちたけども、あの、まあ、余力があればするようぐらいな形だと思います。ちょっとこのいきなり初めの2行の書き方に私笑ってしまったんですけど、まあそういうバージョンもあると。 3.18 ってもともとサシャ・レビンがそうですね、でオラクルリラックスで使われてたんですか。はい、そうですね。で、グレッグのさっきの話は、コアルコムのアンドロイドが今の私はずっと 3.18 なので、その辺の兼ね合いだから結局いっぱい使われてるっていうのはそこになるんですよね。本当そうですね。だからあの 3.18 も多分あのこれ僕もエビデンス持ってるんですけど、もともと全部の、ロングタームステーブルで一番最初のメンテナーってグレッグさんがなるんですね。ただあのそこからですね、まあ、やってもいいよとか私やるよとか、まあ、あのグレッグさんから誰かに引き継ぐことがあるんですよ。でこれあっちなみにこれは 4.9 がちゃんとあのLTS になるときにはこういうふうにじゃあポストされます。ここにプラスしますよ。で確かこれだったかな、これがあの 4.1 のときですけど、すみません、 4.1 が今、サシャ・レビンさんがあのメンテナーやってるんですけど、ちゃんとグレッグさんから移すよ、あの、まあ、引き継ぐよっていうのをこれあの LKML のメーリングリストにちゃんと流れてる。なんで、なんか勝手に移るわけでもないというのが分かります。で、まあ、さっきのこれはちょっとたまたま面白い例かなと思って持っていきました。で、で他にもあのこの 3.14 も一応これエンドオブライフが、16年の8月だったんで、多分予定通りエンドオブライフになっていて、3.12 も、これも17年1月までってなっていて、見ると多分5月ぐらいに表から消えてましたという状態です。なのであのやっぱり1年経ってみると、まあ、多少あの変化が見て取れるかなというので、まあ、今日持ってきたのはこれ単発じゃなくて結構1年後期ぐらい見るとちょっと面白いかなと。で、ここの人たち多分皆さんあの名前は、見たことあって、誰がどんなんですかって説明できると思うんですけど、あのどういう人ですかとか、ちょっと社内向けにあの、まあ、グレッグさんはもちろんずっともともとノベルキングだったけども、その頃から、まあ、あのステーブルの管理のメンテナンスをしている人ですよというのと、あと、まあ、サシャ・レミンさんは、まあ、オラクル所属で、この
ベンさんは、デビアンパッケージのメンテナーで、そのままデビアンで使われている、LTS を、コミュニティとしてもメンテナンスしてくれている。で、このウィリーさんっていうのは、まあ、分かりやすくは元 2.6.32LTS のメンテナーで、まあ、ということはかなり長らくやっぱりメンテナンスし続けてた人であるというのと、リー・ゼファンさんはこのハーウェイの人ですね。これも 3.4LTS がエンドオブライフになる際にグレッグさんからメンテナーを引き継いでいます。で、引き継ぐ時もさっきのササレミさんみたいにちゃんとLKML のメーリングリストのどこかにはログというかが残っているはずです。 3.10 もそうですね。もともとグレッグで、あ、そうですね、基本的に全部一番最初はグレッグのはず、あ、いや年に1回のやつはグレッグだけど、あ、確かに3.16 とかは初めから違いますね。グレッグがやるのは年に1個出る LTS はまずグレッグさんがメンテナンスを始めるけども、まあ、そこから引き継ぐのと、イレギュラーなバージョンはいきなり、グレッグさん以外がずっとやるよって言ってやり続けてるものもありますね。あとミディの、2.6.32 っていうのはレール6のパラレルで、うん、今やってる 3.10 っていうのはレール7のパラレル。なるほど、やっぱり理由がありますよね。で、すみません、この LTS in the year っていう星印のこの言い方は私がちょっと勝手につけて社内で用いてるだけです。で、ここにですね、まあ、リリースドっていうのはいつリリースされたかなんで、まあ、これは本当に LTS になる前、本当にバージョンがリリースされた時 でちゃんとエンドオブライフの、まあ、いつまではまずやりますっていうのが宣言されてますということで、エンドオブライフは、まあ、各 LTS のメンテナーが、まあ、エンドオブライフを宣言していますと。でただですね、これエンドオブライフが近づくと延長のアナウンスがされることもあります。で、3.2 と 3.16 は、まあ、この7.8 のエンドオブライフと、まあ、同期してます。今のところのこの書いてある、日付が。で、多分デビアン9に 4.9 が使われるはずなんで、それもひょっとしたらゆくゆくはベンさんが引き継ぐかもしれないですね。で、これまでの LTS in the year っていうのは、このバージョン LTS にしますよっていうアナウンスがですね、当該バージョンのリリースの後にされてたんですけど、4.4 だから、16年のバージョンからかなについては事前アナウンスだったんですね。まだ出てないけど 4.4 を LTS にするつもりだよと。で、これまでって大体なんかその年の間の真ん中辺のリリースされるバージョンが LTS になってたんですけど、 4.4 は年明けすぐのリリースが LTS に選ばれて、で、同じ流れで 4.9 も秋ぐらいに、まあ、冬に出る 4.9 ってやつを多分 LTS にするよみたいな話が出だして、で 4.9 が12月に出て、で1月になってグレッグさんが 4.9、もう LTS するよというような話をしてます。なので、ちょっと LTS もですね、どのバージョンをどのタイミングで選んでいくかっていうのは、まあ、コミュニティとかの状況とか、まあ、グレッグさんの考えとか、まあ、いろんな人の話を聞いた上で変えてきてる、運用を。で、まあ、その他はですね、2.6.32 は、デビアン6の、エンドオブライフとともに、2016年の3月、1年以上前ですけど、エンドオブライフになってます。で、ここからですね、ちょっと経年で2015年10月、もう2年前なんですけど、その時の宗像さんの資料の時の表が残ってたんで、これ と、まずは2016年8月なんで、まあ、去年の8月、1年ぐらいで何が変わったんですかっていうのを、これ前回の発表の時に載せたそれはそのままなんですけど、見ていくと、1年経つとこの時 4.4 が新規に追加されて、 3.16 もこの時だから結局すみません、このベンジャミン・ベンさんがやるよって言ってデビアン8のが追加されて、あと実はここ細かく見ていくと、たまにこのエンドオブライフが伸びることがあるって言いましたけど、ここ分かりやすくて、皆さんここ伸びてるんですね。2015年の10月時点ではここまでですよという書き方だったのが、多分これの期限が来たんで、うん、やっぱり僕もちょっとするようじゃないですけど、まあ、結局メンテナーさんが頑張ってくれるかどうかのところはあるんで伸びてる。で、この間にグレッグさんはですね、基本的に
僕がメンテナンスできるのは2つのバージョンまでだっていうことをちょっと言ってるんですね。なので、それ以外のバージョンをずっとやるときに対して、まあ、信頼できる方に、メンテナンスを、移してる。で、ここから、これもちなみになんですけど、これ2016年10月、なんでこのスクリーンショットが残ってるかっていうと、社内でちょっとアップデートしたからです。なんですけど、この先ほどのリラックスカーネルアーカイブズのページに、実は今、これ何日に変更しましたっていう履歴の最新履歴が載ってるんですけど、これ昔なかったんですよ。僕はたまたまこの時期毎週ちらっとは見るようにしていて、なんかある日突然これが追加されてました。で、さらにこれ2016年の8月から、2016年10月たった2ヶ月なんですけど、これ違いわざと取ったのは何でかっていうと、ここちゃんとこれ2016年の8月までだよと、なっていたプロジェクトがきっちり予定通り消えてますよねと。で、ここちょっとわざわざ赤字があって、この頃に多分去年の ELC とかが ELC ヨーロッパとかかな、で、まあ、グレックさんが大体 4.9 が次の LTS になりますよみたいな発表してた。で、これがその、まあ、ほぼほぼ1年分の2016年10月から9月までに何が変わりましたかっていうと、一応表からはこの 3.18 と 3.12 が消えてます。で、ここですね、ちょうど1月で、4.9 が増えているのと、あとここ3.4 のエンドオブライフの期限ですね、これも要するに2016年10月の時点でもう期限切れになってたんですけど、これが2017年4月までで増えてます。で、これ2017年の4月がさらにもう過ぎてるんですけど、そこから多分この人が宣言しない限りは、なんですかね、まあ、メンテナンスされてるんですけど、EOL ってなるのも多分宣言して、正式に多分 LKML でメールリストに流れてから、ここから多分削除されるんだと思います。で、まあ、まとめなんですけど、まあ、これちょっと社内で LTS って何ぞやって全く知らない人もいるので、まあ、書いてるので、ちゃんとルールに従ったアップデートがされてますよねというので、アップストリームで取り込めたバグフィックス、セキュリティフィックスのみが実施されますというのと、あと、まあ、コミュニティによる、まあ、長期のメンテナンスが、結構しっかりしてくださってますというので、カーネルの入手経路によらず、まあ、採用時には、まあ、なんですかね、まあ、ベンダーさんがせめて LTS のバージョンは使って開発してますよねっていうぐらいは、見とくので、見とくと、まあ、なんですかね、それと多分全然違うバージョン使うの今ほとんどないと思うんですけど、もし違っていたら理由を聞くなり、そこのベンダーさんが、まあ、理由を聞いてちゃんと返ってきたいんですけど、どういう、まあ、なんですか、質じゃないですけどが分かるんじゃないですかという話で、リソーシズは、まあ、本当にこの辺りのページをチラ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 見ながらですね、こういうようなバージョンアップをしてみましたというものです。あ、以上です。ありがとうございます。実はですね、宗像さんは今日は夕方来るって言ってました。宗像さんの夕方っていうのはおそらくそろそろ夕方かなんだろうと思うんですが。そうですね、はい、まあ、こういう形でどっちにしろ私この資料ですね、社内向けに半年か1年ごとにはアップデートしてるんで、まあ、機会があればここでも共有していこうかなと思います。どうもありがとうございます。いいですか、いいですか、よろしいですか。ありがとうございました。